西博康と申します。学生の時は野球をずっとやってました。失恋がきっかけです、ね、彼女にもともと力はあったんですけれども、腹筋が割れてないよねと言われて、なぜかそこで自分の中で火がついてしまって、すごい水が優しくて気持ちよかったです。